通りをまた支配してしまうのです。来てばかりが本当のことごまかしてしまうのです。静止劇で意味のないことにばかり気を取られて続けると思ってるぐらい消えていく。Thank you.
させてください。11月28日、下北沢ロフトフラワーさんにて私たち重要ライブがあります。今日初めて見て気になったよって方もまたですね、ぜひチェックよろしくお願いします。はい、そしてその次の日29日日曜日は私石田彩音の生誕祭が新宿ヘッドパワーさんにてあります。ありがとうございます。お昼の12時からなのでぜひ皆さん遊びに来てください。そして今 SES の個人の、ね、ツイッターをフォローしていただけるなんと新規キャンペーンやっておりまして、フォローの、ね、ボタンをポチって押してもらえるとなんと無料でツーショットの写真が撮れます。イエイイエイ。ということで SES のこと少しでも気になった方はぜひ物販この後あるのでぜひ遊びにいらしてください。本日は最後まで SES のライブを見ていただき本当にありがとうございました。それでは以上